いいねいいね、待ってました。行くぞお前ら、次の中で夏の、次の中で夏の季語は、うーんとね、白州、わかんねえ、古州、これかな、甘州、新州、甘酒は1月、あの冬っぽいよね。こんなもん誰がわかんねえ。こら、こっちじゃねえか、夏、これっぽいよ。そうそう、俺の言うこと言う必要ねえから、ほら話を見るから、甘酒や、甘酒、甘酒です。江戸時代、甘酒いただきました。スイカは漢字で書くと、西売り、これ。小売り、苦売り、南売り、西売り。これどっちかやな、多分。いただくぞ、いただくぞ。いただくぞ。ちょっと待って。南売り来んぞ。東岸ってなんか、南岸ってものが。いただきますよ、いただきますよ。皆さん、いただきますよ、今から。冬瓜ってスイカじゃなかった？いただきますよ、今から。ちっぽい。いただきましたー。あー、惜しい、ほら、苦うり、かぼちゃか、いただきましたー。こんなこと誰が見んねん。次か、次々。絶対誰一人もスイカできねえ、これ。夏に美味しいスイカですが、英語では何と言うでしょう。ウォーターメロン、スイーツカーブ、ウエストメロン、スイーツメロン。これなんだ？これちょっとタバコ吸おう。ちょっと待って。これ難しくねえか。これ純粋にむずい。ネイティブじゃねえから。さっきから。これマジでわからん。ウォーターメロンか。ウォーターメロン、みずみずしいメロンやから。来るぞ、スイーツ来るぞ。か。ちょっと待って、スイーツメロンっぽい。うわ、来たしもう来たって当たりなんか、俺すげえだろ。みずみずしいか、スイカって。来たな、メロンの方がみずみずしい。すげえだろ。ウォーターメロンってメロンや。すげえだろ、俺。俺、蚊の子だ全部わかるから。面白いな、てか。夏に大、あ、これや。この漢字が読めなかったんや。さっき、こんなのわかんねえか。夏に大活躍の、大げこ。大げこいただきました。夏に大活躍の大げこ。誕生したのはいつ？大げこいただきましたよ。これがわかんない。大げこいただきました。うん、室町っぽくねえか。おら、来たー、くせできるんやって、俺だって。次、次。すべての問題が終了しました。お疲れ様です。正解率 20% らしいです。ありがとうございました。どうなのこれ。面白かったです。さすがか。いい。大木子。面白かったっておかしいやろ。大木子はやべえよ。じゃ、これ問題が難しい。大木子やべえよ、マジで。大木子やべえぜ。大木子って書いてあれ、なんて読むの？みんなで大木子、あれ、大木子で合ってるよっていう風にしようぜ。大木子にしよう。あれ、お前惜しいね。大木子ってその前にさ、いいある前に。大木子にしとけよ。一生騙してる。ああ、センスや。大木子にしとけよ。センスや。一生大木子。センスや。鉄線で出てくるやん、アスカに。鉄線って出てくるやん。センスや。鉄線と同じやん。惜しかったな。あ、大木子で合ってる。春行こう、春。かちゃん、春行こう。どっちなの？何この大木子、大木子で合ってるよ。何センスが間違いなの？釣られたの、俺は。ああ大木子で合ってんの。大木子だぞ。春？大木子。春クイズ行こうか。面白いだろ、この配信。なかなか面白いだろ。またチャット欄隠すわ。うわぁ、またわけがわからん。別名、巻き道の時計と呼ばれている花は。なんて読むのこれ。多分桜はちげえやろ、絶対に。なんて読むのこれ。タンポポ。でも時計っていうぐらいだからさ。時計って言われるぐらいか、なんかこう、円形に。シンクロしてんじゃねえか、こういう感じで咲いてる花なんやろ。あ、でもそうやって考えたらタンポポか。タンポポかな。ほら！ほら、時計を連想したらタンポポしかねえやろ。そういう連想クイズやで、これ。クイズっつっても連想。僕のっぽいよね。何々の時計っつったらさ、花の形想像してみ？タンポポってさ、時計みたいな形してるやん。いやだ、大人だね、こうやって正解した時だけペラペラ喋るさ、ペテン締め。次行くぞ。そしたら、必然的に答えが出てくる。もう漢字が難しい。春。春国鳥。すげ鳥の別名は何ですか？ウグイス。ウグイスじゃねえ。じゃね？なくし。
ウグイスじゃねえ、まあ、カワスズメって言うけど。ウグイスやろ。ほらー、泣くね、来いよ、スズメ。泣く鳥っつったらウグイスかカラスぐらいしかいねえやろ。正解した時だけペラペラ喋るのよ。告げるっつーぐらいからさ、泣く鳥選べばいいわけ。いいよ。お前そんなんでお前自慢げに言うな。カラスかウグイスぐらいしか泣かねえやろ、鳥は。次行くぞ。草餅の草の材料は、ヨモギ。ほらーやべえ、春に俺超得意や。俺春男やな、完全に。バカすぎる。これ、つくし読めじゃねえ。モグラくんぞ、モグラ。ほらほら来た。食いもん、食べれるもんに俺目がないからな。口に入るもんは大体答えれるわ。春強えな、かな。次最後。きよしこの夜。英語名は、サイレントナイト。ザ・チェス・トマス・ソング。はい、クリスマス読めますよ、この人。ホワイト・チェイス・トマス。超恥ずかしい。ジョイ・トゥ・ザ・ワールド。シレント・ナイト。これっぽいな。サイレント・ナイトじゃないの？言ってるもんね。キヨシこの夜で。惜しい。シレント・ナイト。ホーリーナイトです。ちなみに、ジョイトゥーザワールドは、ロビとこぞり手です。かなわんな、先生には。らしいです。終わった。まあ、正解率60%がなかなか高いよ。先生にはかなわんな、ほんとに。